ジェリーバスはユタ州ソルトレイクシティ出身の不動産業者、プロスポーツチームのオーナー、ポーカーの選手。24歳で南カリフォルニア大学より物理科学の博士号を習得する。博士号を持っているためドクターの継承で呼ばれる。2010年にはバスケットボール殿堂入りを果たした。本名はジェラルド・ハッテンバス。バスは 最も有名なロサンゼルスレイカーズのオーナーだった。1979年に、レイカーズと NHL のロサンゼルスキングス・ザ・フォーラムを、ジャック・ケント・クックから買い取った。彼がオーナーとなった後に、レイカーズは、カリーム・アブドゥル・ジャバー、マジック・ジョンソン、ジェームス・ウォージー、シャキール・オニール、コービー・ブライアントらの活躍によって10度の優勝を果たしている。また、 ザ・フォーラムに関しては命名権を売却して、グレートウェスタン・フォーラムと解消されている。ワンバが創設されると、チーム誘致に乗り出し、ロサンゼルス・スパークスのオーナーとなりこれまで2度の優勝を経験している。1999年にステープルズセンターが完成すると彼は、レイカーズやスパークスの本拠地をフォーラムから移し、フォーラムの売却を行った。レイカーズは、 バスの6人の子供に引き継がれ娘のジニーが代表となった。また、バスはポーカー選手としても記録を残しており、トーナメントに出場して記録を残している。1991年のワールドシリーズオブポーカーにおいて、セブンスタッドの部門で3位に入っており、2003年のワールドポーカーツアーには招待選手として出場し、2位になっている。2012年、 バスは腸に問題を抱えたとだけ伝えられ数ヶ月間入院した。2013年2月14日には前年よりがんで闘病していることが伝えられた。2013年2月18日早朝5時55分、腎不全により死去。80歳没。ありがとうございます。